どうも、オリエンタル通信のケンです。今日はなんかすごいめちゃくちゃでかいお稲荷さんを見つけてきたので、超でかいんだよな。で、本当に iPhone ぐらいあるからね。 iPhone と同じぐらい。あー、どっち iPhone だっけ。多分こっちかな。茶色。僕のお稲荷さんよりでかいな。結構あるな。結構丼大盛りぐらい、もっとあるぐらい。いただきます。中どうなってるの。白飯。ああ、五目一個いくら。一個80円とか。え、そんな安いの。やば。あ、うまっ。味付けちょうどいい。すごい、たぬきのキャンタマみたいな。お稲荷さんはね、結構家庭でも簡単に作れるんで、皆さん試してみてね。いや、終わらないですよ、まだ。タイムリミットまであと1分30秒。1分半か。さあ、1分半でケン君はそのお稲荷さんを全部食べれることができるのでしょうか。全部は無理だ。これ多分1個で1分半ぐらい費やしますよ、普通に。アメリカンドッグみたい。でっけえな、ほんと。うまいけどっす。お稲荷さん食ってるみたいには見えないな。何食ってるように見えます。タヌキのキャンタマ。もっとでかい。タヌキのキャンタマは言っちゃったし。そういやさぁ、てて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 てバラッと。ほんとでっけぇな。よくそんな油揚げ作ったよな。確かに。まあ、だってこれ伸ばしたら相当でかいと思う。すみません、近くの商店街とか。そうですね。それだけでだって240円でしょ。かなりお得じゃない。めっちゃ安い。もうなんかあの一人暮らしして上京してきた大学生とかの子とかはこれを食べればいい。ワインとお稲荷さん合うの。ワイナリーさん。ワイナリーさん。ワイナリー。ワイナリー。ワイナリーですよ。全国の上京の大学生に次ぐお稲荷を食べなさい。これはうまいぞ。はい、急に声を大きくして。重大発表する。うまっ。これね、素朴な味がいいんだよね。たまにさ、いつもさ、マックとかさ、モスとか牛丼とかじゃん、男って。でも違うんだよ、やっぱりね。こうたまの休みにはこうね、こういう素朴な伝統的なものが必要になってくるわけなんですよ、皆さん。わかりますか？マックばっか食べてたらね、あかんですよ。牛丼も伝統的だと思って。まあでもちょっと栄養偏るんだなぁと思って。うまいな。やっぱ違う。それ何屋のお稲荷さんの？これなんか普通のお惣菜屋さんの、が、作ってるお稲荷さん。おじいちゃんとおばあちゃんがやってる。へぇー。し、たまにはこう、昔の味を思い出してみてはいかがでしょうか。すごい、それ1個食うのに4分ぐらいかかってる。本気出したらこれ多分一口で食えると思う。そうだ、無理か。詰まって死ぬ。うまい。これは明日の朝の分に取っておこう。食べろよ。全国の上京してる大学生に次ぐ次の日に取っておきなさい。夜は1個で十分だ。次回のケンズフードは、チーズ化されてる。下町の由緒正しき、お惣菜屋さんの唐揚げとコロッケ、これを、皆様にご紹介したいと思いますので、次回もぜひご覧ください。ではさようなら。
肉食ってご褒美、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 肉食ってご褒美。